にやけてんの。ちょっとなんかいろんな想像しちゃって、ね。今日宮田さんのこの足元がすごくやる気を語っている。反省していいか。でもこれ定員20年くらいで、この定員オーバーしてるんじゃないですか。大丈夫ですか。定員の存在忘れてました。来ないって思ってたから。ひどい。ひどい。ひどいね。うん、ひどい。はい、ちょっと紹介します。はい、今日のトークは、四方由子さんと、メッツ4名じゃないですか。いきなりよろしくお願いします。梅津さんはこのハーブルームの展覧会をやってますけど、はい、その主催でいらっしゃいます、はい、でそう展覧会チラシ持ってこようかな、はい、ちょっとやってみよう。え、何今梅津さんチラシを持ってあそう、ね、行きました。はい、で四方さんはですね、ケンポーズ芸術祭2016っていうのが開催されたと思うんですけど、その時のキュレーターでした。はい、で今回はこのハーブルームの推薦者の一人になります。でまあ、今日は四方さんと梅津さんがキュレーションについてということでトークをします。はい。はい、で私は宮田です。一応司会なんですけど、時々時々四方さんとか梅津さんの話が何回になってきたら私がちょっと何回相手を行こうと思っています。はい。はい、はじめまして。パープルーム主催の、美術家でもある、あ逆ですね、美術家でパープルーム主催の梅津陽一です。この度は県北ニーツ県北っていう、はい、まあ、県北のスピンオフ的なものに招聘されて、はい、でまあこういう展覧会を開催して1ヶ月ぐらい滞在してこうやってきたわけなんですけれども、どうしようかな。いきなり本題だとあれですよね。いいですよ。でも作品とか展覧会をしていただけると、そうですね、まあ、パープルーム的に言うと、まあ、いつも通りというか、北朝鮮に来たからと、皆さんもうちょっとこっち、こっち、これもうちょっと、あ、声とかね、あと寄ってくださいと。ありがとうございます。ですね、こうそうだな、難しいな。なんかいきなり本題に入るとね、殺伐とするので、なんかこう和やかな滑り出しが私は好きなので、はい、やっぱりこう北千代田に来て、なんか美味しいご飯屋さんもすごく多いですし、具体的に言うとそこにある渡る屋さんとかのお蕎麦屋さんとか、釜平には4回行きましたし、はい、お蕎麦屋さんも2回行ったりして、まあ、すごくこう充実した食生活をくれて、で毎日こう日立太田の美味しい野菜で鍋を食べて、ね、すごい良かったですよね。っていうところがまああるんですけれども、やっぱりパープルームとしてはそのこの地域アートというか県北芸術祭が目指していることに対してはやっぱりこう、意義というか、ちょっと疑問ばかり、ほとんど疑問しかないという、まあ、そういう状態で、オファーを受けて、まあ、今回こんな感じに展示をしていて、で一応この展示をするにあたって一応気をつけたことがいくつかあって、まあ、その一つは地域住民を考えないっていうことと考えないっていうことと、あとそのこの梅津会館っていう文化資源をなんかこう作品のリソースとして使わないっていうことですね、まあ、例えば佐竹市、とかそういう、なんだろう、ここの地元のこうなんて領主っていうんですか、ベースにある歴史とか、そうですね、それを素材にしてしまうと、やっぱりこの展覧会って一回性のものなので、それをリソースとして作った作品っていうのはこの展覧会が終わった後に作家にこう帰属するというか、作家のもとにこう戻っていくんですけど、その例えば作家の仕事をレゾネにした場合、そのこの2018年のこの作品何ってことになった時に、これは佐竹市のどうのこうのとか、ね、説明がついて、これは梅津さんがから要請されて作りましたとか言ってしまうと、やっぱそれって一種のキュレーションによる災害だと思っていて、僕は、だからそういう意味で、そういうことはせずに、一応こう全国から呼んだ作家のほぼ旧作をメインにここにこう集めて、梅津会館というこの寂れた資料館の上でこうコネクトしたり接続が失敗したりするっていう状況を作り上げたくてやっていて、だからまあ梅津会館って梅津って名字が一緒なので、まあ、そこの辺はすごく
親近感があるんですけど、まあ、この資料館自体には正直何の興味ももともとなくて、1ヶ月の間に、まあ、ちょっと愛着はちょっとは持ってたんですけど、でもやっぱり適当な資料館だなという、なんかこう例えばその学芸員がいなかったりだったりとか、倉庫が荒れていたりとか、とてもその文化財を大事にしようっていう思いとか行為としてそうなってなくて、学芸員がいないっていうのは、うんうん、まあ、ずっと常駐していないっていう意味で、あ、でも、あ、一応いるんですか、いてこれなんですねなるほど、それはより問題というかそうか、うん、市外から活動で、あ、そうなんです、なんかその、はい、なんだろう、文化館に学芸員っていう、あ、そうなんですね、なんかちょっとし、なんかその倉庫がゴミ箱みたいになってたのでちょっとひどい、そう、あ、そうなんですね、はい、それはちょっとひどいですね、うん、まあ、そういうふうに、日本全国にこういう資料館はあって、ただその歴史を積み重ねて古くなるとなんか全部こう大事にしなきゃいけないみたいな、あの、習慣がやっぱりどうしても、ミュージアムっていう歴史も文明開化以後なのでやっぱあって、なんかそういうこう文化史なんだろうな、資産をどんなふうにこう保存してアーカイブしていくかっていうところもやっぱりその手探り状態な上に、それ自体の興味もなんかこうやっぱり全体的に なくなっていて、惰性的に、惰性的に、そうですね、はい、でそこにまた新しい勢力として地域アートっていう、こうアートをツールとして、まあ偏見はもちろんありますよ、はい、その今日は偏見がめちゃくちゃ困れてる話、そうだからもう偏った意見なので鵜呑みにしないでくださいみたいな、ちょっとテロップを入れないといけないぐらいですよね、まあ、僕の偏った意見で言うと、本当地域アートってろくでもないものがまあ8割ぐらい、8割を超えていて、例えばそのもう一番身近なところで言うと、まあ、ここもそうかもしれないけど、あの今道路に必死になって取り付けようとしている、あの、なんだ、ちょっと言い方抑えめに、腹いや抑えてます抑えてます、ちゃんと原隆さんという東北芸工大の教授をやりながら若い学生を引き連れて、なんかこうキャッキャやりながら、こうよくわからんポエム調のものをこう街中に配置して、ちょっと景観を損なっているなという、あの私の率直な感想があるんですけど、まあ、あれってある意味その若い学生を連れてくるっていうのは、今その美大も男女比がすごくこう女子が多くなっていて、なんか先生のが連れてこようとすると大体こうついてきちゃうというか、うん、でそれをこうひとたびこういう過疎が進んだ地域に連れてくると、やっぱ住民も若い女の子が来るから喜んでしまうという、こう無料キャバクラみたいな感じに僕には見えて本当にこう新規のところでなんかいや、わかんないですいや、わかんないです、僕の偏った調査僕の偏った調査ではそういう安いキャバクラみたいになっていて、もうアートありますよ。そうそういう知識もあって、僕そういう原さんみたいな作家とかとはこう断固こう拒否というか、こう反対というか、上さんの立場としては当たり前ですよ、はい、うん、だからああいう作家がいるからどんどんアートは舐められていくし、分かりますよ、私が分かりますよって、上さんの立場っていうのは分かります。でも宮田さんも実際そういうふうにね、ちょっと思ってないです思ってますよね思ってますよね、うん、やめてください、はい、まあ、そういうわけで地域アートに限らず、アートっていうのはすごくこうなんていうの、大きい歯車になっていて、うん、もう本当はその美術館とかギャラリーに限らずですけど、もう年間プログラムとか、ね、うん、2年後3年後も決まっていて、そのプログラムをこう滞りなくこう回していくような、こうもう止められない歯車になっていて、まあ、我々もその一員というか、でも何をやってるかもう分かんなくなってきてるわけですよ、大きすぎて歯車が。なんかこの潤滑油を調達してきてくださいとか言って、はいとか言って潤滑油を運ぶだけの人がいたりとか、毎日ガラガラってドア開けるだけの人がいたりとか、作家もこれ何のために何の要請で作ってるのか分からず作品を提供してとか、そういうこうみんなのこう責任の所在がよく分からない大きな歯車をみんなでこう回しているけれども、まあそれが果たしてなんだろう、本当に良い歯車なのかっていうのはこうやっぱり分からないというか、地域アートっていうこともよく批判されますけど、批判すると大体返ってくるのが、まあ地域アートもいろいろあると、うん、でいろんな立場があると言われるけど、それはちょっとよくわからないとか、それぞれのパーツの人の意見であって、やっぱ全体としてはやっぱりそういう歯車があるわけで、まあ、その中に行政があったり、行政が委託する、ね、N&A みたいなものがあったり、その N&A が頼む四方さんみたいな外部キュレーターがいたり、でその四方さんが呼んできたのがパープルームで今こんな感じのトークになってたりとか
すごくこう、なんだろうな、連想ゲームみたいになっていて、誰もこうちゃんと責任を負わなくてもいい、行政の人も5時になったら帰ろうとかそういうことだし、地域の人もなんかちょっと一瞬癒されたら OK とか、うん、なんかうざいなと思ってても反対するほどでもないなと思ったりとか、まあ、そういうこう、まあ、大きな歯車をただ単に何も考えずにみんなで、何も考えてないわけじゃないけど、それぞれの持ち場では考えているけれども、それがこう集合地的に集まった時に、なんか僕は今良くないスパイラルが生じているなと、やっぱりこの建国芸術祭の、このステートメントの下にある文章を読むと、まあ、かつてクリストとかがこうこのプロジェクトをこの土地でして、なんかすごくこう文化的な素養がある土地だから、まあ、雑に言うとここは芸術村に変わっていくみたいなことを言っていて、本当かよって思うんですよ。ここが芸術村っていうか、まあ、人もそんないないじゃんみたいな、まあ、そもそも芸術村って周りに対してはみんないろいろ思います。そうそう、だけど その思いは書いてないわけですよ。そうですね、この下にちゃんと市長がそう言ってるけど、我々は、ね、市長じゃなくて誰が言ってる、県が言ってる、県の授業で誰が言ってるってことではない。だから大きな歯車が回ってるから、何で回ってるか分かんないってことですよね。まあ、そうです、まあ、さっきのその大きな歯車の、なんか私とのトークみたいになってしまった、四方さんを四方さんを忘れたトークさっきなんか大きな歯車みたいに言ってたけど、まあ、その歯車も全国的に一つの歯車が回っているわけじゃないということは言いたい。いや、それはそうですよ。だからそれも小さいギアがいっぱいこうくっついて大きな歯車になってるわけで、それぐらい分かってますよ。だけどそれを梅ちゃんの言い方だとちょっとそう聞こえてしまうので、それは訂正したい意味の、いや、もちろんです、はい、ただ僕もそれは分かってるけど、大雑把に言ってるのはどうしてかっていうと、その内側の人の意見っていうのは外から見るとどうでもいいんですよ。そうですね、うん、どうでもいい。そう、だからアーティストの言い分もどうでもいいし、運営側の言い分もどうでもいいんですよ、うん、問題はその後のどんな形跡が残ったかっていうことで、うんうん、と思います、はい、ちょっと長くなりましたが、ちょっと僕の、まあ、これが今問題定義としてあるという、ね、僕の挨拶です、はい、挨拶挨拶、はいはい、確かにさ、この後ですね、やはり何ですかね、はい、頭の王様ってありますよね、うん、そういうことを言われるとあれですけど、うん、やはり地名になってしまったりすることって多いと思うので、うん、今本当に全国的にも日本的な芸術祭が増えてきていて、大小あって、まあ、いわゆる盛り上がりがあるということになってますよね、うん、それでやはりそれがやっぱり地名になってしまっていること自体が、私たちもやっててどうかなと思いつつやってるんですけど、アーティストとしてそういったことをね、やはり考えている作家が何人かいる中の一人が梅さん、その救世主だと思うんですよね。やはりこういうことをいきなりここで言ってもらえることっていうのは、皆さんどう感じましたか？これに対してはすごくかなり攻撃的でもあるんですけど、でもかなり辛辣でもあるんだけど、やはり一部のやはり芯をついている部分もある、でも偏っているということなんですよね。でも彼はやっぱり真摯に言っているんですよね。別にここまでなんか嫌われてもいい、今そこまでその嫌われるかどうかとは関係ない話なんですけど、自分の信念があって、それに対してパープルーム以前もずっとやはりこう絵を描くこととか、それを通して美術のこととか美術史のこととか、あと日本において、まあ茨城県はね、岡倉天心がね来てましたけど、いずれにね、近代以降の日本のことを考えていく、そしてまた岡倉天心は対立した東京芸術学校で黒田清輝の方のね、このね、絵もね、自分でそのタイトルを研究してやってるということで、彼はそういった意味ではずっと芸術に限らず、これまでの美術、日本における美術って何かなってことを考えてると思うんですよね。これがもともとあって、で今の日本の現状を考えると、それが芸術祭とか地域アートというものがあって、これもやはりもしかしたら現代だけの問題ではなくて、日本の近代の以降の美術の需要とかってことと関係してると思うし、ということで、かなり広い意味でね考えてる部分があるんですけど、でこういう辛辣な言い方はするけれども、そのことはすごく私も分かるなと思います。なのでアーティストでこういうことを言っていることも重要だと思っているので、まあ、そういった意味で今回ちょっとはっきりと冒険でした。パープルームさん
をこちらにお呼びするこの地域、まあ、いわゆるね、あの芸術祭をやってきているこの地域にお呼びするのはすごく冒険ではあったけれども、逆にあの北翔太のやはり私としての考えとしては、クリストが、ね、実際にプロジェクトを行って皆さんいろんな形で関わられて記憶があることはやはり重要だと思っていて、そしてやはり、まあ、建国芸術祭が、できる前もね、地域の皆さんいろいろとあの芸術文化活動に自律的にあの参加したり作ったりしていらっしゃる、現在もそうなんですよね。そういうなんかね、茨城の県北でも本当に5つの市と1つの町があるんですけど、北長田、北太田なりのすごく個性があって、であの北長田パームルームは素晴らしい、あのもしかしたら可能性、少しリスクがあるかもしれない、知らなかったんですけど、可能性を感じてあの推薦させていただいたんですよね。だから本当にある意味でこうちょっとヒヤヒヤしたこともあったりするんですけど、でもやはりあの話していく中 である程度あの梅さん あのやりたいことをちゃんとやってもらう方が重要だと思っているので、ある程度じゃなくて本当に全面的にそういうふうにして今回やってもらったで、そして今感じたんですけど、あの作品に介入の余地が延々ともうお互いに喋り合って終わったら怖いんですけど、さっきあの今日はいろいろとね展示を見せてもらってすごく面白いなと思ったんですけど、そっちの話しちゃってもいいですかね。ちょっと一旦切ってもいいですか。お互いに、そうね、そうやっぱりお互いにバーッと喋りすぎるとね、こう対話にならないような、やっぱりさすがやっぱり流暢にこうキュレーターだけあっておしゃべりがたけてるなと思ったんですけど、やっぱりその県側にもなんかそのなんかこの土地にもアーティスト側にも一応ちゃんとこう配慮しつつ、キュレーターらしくこうなんか俯瞰した視点から うまくバランスを取られたと思うんですけど、なんか僕はそういう態度自体がどうかなと思っています。なんかその一応その呼ぶのは心配だったけど、まあ、よかったわみたいな、こう手のひらでこう、まあ、よかったよかったみたいな、僕そういう、まあ、そういう意味でのキュレーションってすごく暴力的だなと思っていて、別にそんなのがなくても困らないです。あ、で、多分キュレーションに対して、あの持ってることがちょっと私とあの梅さんと、まあ、立場が違うんだなと思うんですよね。でもあれですよね、その私はキュレーターを一応やっていて、早いですもんね、先駆けですよね、キュレーションっていうものは。いや、結構でもね、学芸は多いけど、やっぱフリーランスキュレーターって言ったら、ね、まあでもそれと南條さんとかもやってたし、まあでもそう言って、私もそうですね、90年代初頭からやってるので長くはなるんですけど、ただあのキュレーターもいろんな人がいるし、いろんなタイプがあるんですよね。はいはい、あの美術館、博物館のキュレーターもいますし、あの割とあのしっかりと研究とかアーカイブとかいろんなことやってる人もいるし、私のように、まあ、あの美術館とかに所属したこともあるし、あのしかし芸術祭ですとかフリーランスもやってるってことで、あの違うと思う。そして、梅津さんはキュレーションをやっていると。で今回はキュレーション的なことをやっているのがここであって、いわゆるこの資料館は、ご自分で書いたように、やはりあの美術館、博物館の資源的な、根源的な部分でもう少しもともとの雑多であったようなもの、いろんなあの資料が地域のものであるけど展示されていて、でもそんなに整然とあの展示されていないということがあったんだけど、まあ、ここであのキュレーションまた行うという、キュレーション内キュレーションみたいな、で私がいわゆるキュレーションというかキュレーションアドバイザーをやっていって、今回宮田さんは現地でね、いろいろとあのガッツリやっていただいて、という感じの関係性になっていて、だからキュレーション的なことを私がお求めさせていただいた中で、またキュレーションをやってもらったという感じですよね。その西方さんの言うキュレーションというのは、作家を選定したというところまでですよね。今回についてはね、そうなんです。ただ、あと、あとステートメント で、ね、なんか僕がトゲがありすぎるところをちょっとまろやかに、磨いていただいたという。このね、文章もね、結構ね、相談しましたね。あの、おまけぐらいにね、そうそう、本当はこんな資料館興味ないみたいなこと書いてたけど、逆になって大変。ちょっとそれはないだろうと思って、大変興味深い。そういう方はないです。大変興味深い、かっこ棒読みみたいになってますけど。このあたり調整させていただいたのは、でもそれはなんていうかな、あの、まあ、コミュニケーションしてほしいと思うんです。でもね、不毛なね、あの、ネガティブなコミュニケーションしてほしくないので、そういった意味で、あの、もっと、あの、別で、あの、クリエイティブの対話だけじゃないけども、あの、変に挑発したり、変に敵対心に出すな、ということを言いたいわけなんですよね。それは私は、いや、でもなんかそれになっていて、それは、そうじゃなくて、なんか想定している、こう、見えないクレーマーとか、見
見えない敵を四方さんが勝手に召喚しているだけで、うん、そんな人は会期中に現れなかったし、うん、現れてもちゃんと対処する予定だったし、うん、なんかそこら辺をこう未然にこう、うん、なんだろうな、トラブルを防ごうとする、うん、なんだろう、いうのかな、そういう保守的なキュレーションだったのかなと思っていて、うん、まあ一応、まあ一応飲んでやるかと思って冒頭の文章は飲んでみました。私保守的なキュレーションしないキュレーターなんです、はい、保守的なキュレーションする方もいらっしゃいますが、はいそうですね、私はしない方なので。あ、やっぱりそうですか。あ、まあ、自分で言うんだから別に皆さんはそうだと言ってもしょうがないんですけど、常にやはりこう、まあ、対話とか、うんはい、別にキュレーターがなんかスターキュレーターとかもいますけれども、はいうん、そういったキュレーターがこう、うん、作家をクマのように使うようなことは私は全く興味がないしやったことが ないと自分では思っていて、はいまあ、ただいいものを生産的って言い方変ですけど、うん、やはりお互い苦労しながらも、はい、問題に突き当たったり対立しながらも、うん、そこでこう生まれてくるものは重要なので、はい、いわゆるプロセスを重視しながらも結果的にはやはり、うん、まあやはりやってよかったと思いたいのはやっぱ思いたいですよ。思い込みたい、うん、思い込みたいですね。やはりもう本当に時間とエネルギーをどんだけ使うかみたいな、うん、そういうことなんです。で私も、まあ、他のキュレーターもそうだと思うけど、うん、やりたくないことはできるだけ避けますし、はい、エネルギー使わないしますけど、うん、やはりやるべきことをちゃんと見つけて、うん、でこの時期に例えばここのやはり、うん、太田でパープルームっていうのはやはりこう時間とか空間とかいろんなものがやはりガシッと合うかなと思ったんですね。他の何よりも一番何か可能性が感じられると思ったんですよね。それはちょっと厳しい場合もあるかもしれない、もしかしたら延長する可能性もあるかもしれないと思ったりしたんですけど、まあでも梅津さんは二重人格なのでいわゆるね、なんかこう優しいすごいソフトなこうなんかねタイプと、あとちょっとキッとしたすごく概念的で怖いタイプと。いやそうじゃない、僕は人当たりがいいだけで二重人格ではないんですよ。わかりました、うん、じゃあ二重人格というじゃないかもしれないけど、時たまねキッと出るんで。いや、ね、そういう勝手になんか病状みたいにしないでほしいんですけど。病状って何ですか。病気みたいな症状は、梅津の症状は二重人格とかじゃなくて、ちょっとこんな見られたトークやっていいですかね。見られてないですよ全然ね、これ全然見られてないよね。なんかねこういうもうちょっとね、もうちょっと落ち着いたトークにしようって。いや四方さんが全然落ち着いてないからね、この早口で畳みかけて、ね、まあ、いきなり梅津さんもね落ち着いて飛ばしていたので。いやでもさ、そのちょっとね、はい、落ち着いて落ち着いてちょっとなんか一個キュレーションとは何かってところをね、キュレーションとはね、キュレーションとは何か、そうですね、ここにね、ありがたい言葉がありますが、キュレーションという言葉の語源はね、こう世話をする、そういう、まあ、介護に近いものだったんですね、もともとキュレーションっていうのは、うん、その作品を倉庫から出してきて並べたり、掛け替えたり、あと直したりですよね、そういうこう世話をすることがキュレーションだったんですよね。だけれども昨今やっぱりキュレーションの時代というふうなによく言われるんですけど、やっぱりその美術に限らずキュレーションサイトであったりとか、なんかそのキュレーションって言葉がアートの外でも使われるようになって、はい、まあ、僕はそれってこう端的に言うと飲み会の感じだと思っていて、要はこう何時に集合とか言って呼ぶだけみたいな、それで 俺の飲み会どうだったみたいな、それが、キュレーターだと思っていて、まあそれで、まあ、僕が思うキュレーションっていうのは余計なお世話としてのキュレーション、うん、まあ、余計なお世話なんですよ大体が、その前傾化するなんか前に出たがるキュレーションっていうのは得てして、まあそれも偏見なんですけど、うんうん、まあ、僕はだからこのパープルームにおけるキュレーションっていうのはこれをしたつもりで、余計なお世話としてのキュレーションをあえてしたってこと、うん、あえてっていうか、まあ、そうなると、うんうん、なんかそうじゃないって言ってもそうだし、うん、この展覧会についてもそうだし、だからキュレーションという言葉自体にも余計なお世話というワードと直結していると梅津さん的には考えているから、どうキュレーションしても余計なお世話になる、そう、そういうことです、うん、そういうことですよ。だから、それがやはり、さらにキュレーション違ってるかな、そのキュレーションに対する考えね、そうかな、そうかな。で、キュレーションがやっぱり今すごくこうキュレーターが活躍する時代なので、うん、アーティストっていうのはやっぱりこう、うん、パーツになりがちというか、うん、なんかこういう、うん、例えばなんとかさんのキュレーションに出れてよかったとかそういう感じになってて、まあ、そういう意味でのその抵抗というか、うん、それへのなんだろうな、うん、アイロニーとしてやっぱり僕は自分はアーティストキュレーターと呼ばれる、自分でも作品を作るけど、うん、まあ、キュレーションまがいのこともすると、うんうん、だからそれはいいと思ってやってるわけじゃなくて、やっぱり少し半分、まあ、罪深いところもあるなと思っていて、
だから近田さんはネイティブキュレーターだから、私気がついたらキュレーターだったって言うかもしれないけど、まあ、そういう人だけじゃないと思います、うんうんうん、あでも分かります、うん、あの私個人で言うとやはりさっきキュレーションの時代という本が言葉が出ましたけれども、佐々木俊直さんが2011年にね、千曲新社を出した本がキュレーションの時代っていうのがあって、やはりこうネットワーク時代によってキュレーションって本当にあの美術とかに関わらずに、いろんな形で情報のキュレーションができます、そういった時代ですよってことで、時代が変わったなとい う2010年代って感じがあったんですよね。で私はあのずっと90年代がずっと10年ぐらいあのキャノンっていう会社の文化支援でアートラボっていうのがあって、アーティストとコンピューターエンジニアのコラボレーションで作品作ることにしてたんですけど、なので逆にやはりこう中間的にあの言葉が違ったり知識が違う方向性違う人と一緒になって、あの一緒に作っていく間に入る人っていうイメージがあったので、媒介者とかメディエーターっていうイメージがあったんですよね。なのであのアーティスト、そして、エンジニアさん、あと企業の人、そういった人を一緒にあのうまくつないでいって何か作ろうという、一緒にこう作るコラボレーターとして考えていたので、今もそうなんですけど、あんまりこういわゆる今あの梅田さんが言われたようなキュレーションのちょっとこう全体で駒のようにアーティストを使うという意味はあのないんですね。一緒に考えて作っていこうって感じ。逆にアーティストがいないとキュレーターは存在しないことも多いです。あの当然例えば昔 の, あの、まあ、中小不要原主義だったらグリーンバーグを得たことによって中小不要原主義とかアーティストが出てきたということで、あの批評家とかキュレーターの存在も大きいんですけれども、やはりアーティストという何らかの時代の状況を感知してあのそれを表現できるような人がいないとキュレーターは成立しないと思うので、今はアーティストでキュレーターやる人も多い、もう皆さんもそうですし、まあ、あとキュレーターでもアーティスティックな行動を考える人も多いんですけど、まあ、今私が梅津さんの方と根本的に違うと思うのは、あの、まあ、いろんなキュレーターがいるんですけども、レスターキュレーターベースの状況もあるけれども、自分としてそういう実感としてあのパープルも選んでないですし、県北にも関わってないし、他の仕事も関わってないと。しかし現実的に結構スターキュレーター多いじゃないですか最近ね。あとマーケットの世界があったり、地域アートでいうとやはり文化政策が入ってきたり、またお金が動くとか、あと地域を活性化したい、それお金の問題ですよね。そういうふうにしてアートがやはりこう二次的になってるって問題はあの指摘されてますよね。藤田さん、直哉さんとかね、いろんな方がね、そういった問題は私も共有はしていますが、ただ何ができるかというと、現代において何ができるって、私も別にあのやりたい仕事はやりたいけれども、まだこう芸術祭とか芸術祭以外のいろんなものもやってるけれども、それぞれの違いがあって、美術館の仕事も違うし、芸術祭も違うし、公共的なプロジェクト、単発プロジェクトいろいろやってますし、空間も本当に公共空間からあの、まあ、室内とかいろんなところあるんですけどね、その中で最適なもので何らかのことをメディエーターとして行いたいと思っていて、そのメディエーターにすることによって何らかのものが出てくるといいなと思っているので、別にあの自分でこう栽培して何とかこうなんか自分の力で何とかアーティストを使ってやろうというのはないです。わかります、うん、それはわかります、とはいえ、やっぱりその作家っていうのは、キュレーターに比べると弱い立場だと思っていて、なぜならばその作家がいないとキュレーションができないっていうのは最もで、だけれどもやっぱりそれを選ぶのは、キュレーターで、まあ、作家がやっぱり作家を選ぶってことはやっぱりないので、だからそこはそのキュレーターは、まあ、私は駒遣いしてるつもりはないと言うかもしれないけれど、駒遣いって言葉がちょっと悪いだけで、やっぱりそこには絶対にこうヒエラルキーはあって、まあ、キュレーターの人が展示を見に行くと作家の人は、ああ来てくださってありがとうございますってなるけれども、作家が別に美術館に行ってもありがとうと言われたことはないし、そういうなんかその見えない権力っていうのはやっぱりあって、だからそれがパープルームの中にもやっぱりあって、なんかそういうところを僕は隠していきたいと思わないというか、やっぱキュレーションっていうのは絶対に暴力がこうはらむもの、そして余計なお世話っていう要素もはらむものであると、そういうやっぱりこう、ね、自分の身の潔白をアピールしていくだけじゃなくて、私はこういう無意識の暴力を行使したんだっていうような、まあ、罪までいかないけれども、そういうところと、一緒に並走していくのが、キュレーションの仕事だと僕は思うというか、だから例えばそのさっきのキャノンと の、共同で、うん、その
その当時の技術と作家を結びつけて、うん、なんかうまくこう作ったのかもしれないけれども、うん、例えばその1階にある、茨城県のニュース映像、うん、70年代と80年代のものを選んだんですけど、うん、まあ、今見ると、すごく古く見えるというか、うん、なんか音質もだし画質もこう、あ、なんか70年代のものは70年代に見えるし、うんうん、50年代の映像とか見ると本当にこれがニュースなのかみたいなホラー映画みたいに見えたりとかする、うん、でさらにそれをアートのことで考えていくと、ナムジュンパイクの作品ってこう、うん、ブランカンテレビをこう積み上げたりするけれども、うんうん、今ブランカンテレビってすごく当時はそのなんか家電としてすごく、ね、うん、世の中にあったけど、うん、それを今こう直すことができなくて、うん、まあ、真空管とかもね、こう、うん、そういう規格のものがなかったりとか、うん、そうするとこう薄い液晶の下敷きみたいなやつをブランカンテレビに貼るかどうかとか、うん、そういう議論がなされていて、うん、だからなんていうのかな、何が言いたいかっていうと、うん、だからその当時のメディアと、うん、あの作家を出会わせたことによって、うん、その作家の作品っていうのは、残せないものになった可能性もある。四方さんがその作家とキヤノンの何かを出会わせたことによって、うん、その場限りのメディアアートを作らせてしまったという意見もあるかもしれないじゃないですか、うん、だからそれを私は良かったってだけ思うっていうのはちょっとこう軽薄だなと思っていて、だからその時代の何かとテクノロジーと作家を出会わせるってことは、うんうん、10年後20年後にその作品は、動かなくなるかもしれないっていうね、それも一つの暴力だと思うし、うんうん、まあ、うん、だからといって絵画っていうものは普遍でいいとかも全く思わないし、そういう、そうですね、うん、一つは今の話、うん、技術が変化によって作品が機能しなくなったりすることはまた別の問題なので、うん、そう、とりあえず置いときたいなと思っていて、置いておけなくて、やっぱりその別の問題が、はい、常にはらんでくるのが、そういう、なんだろうな、キュレーションの仕事というか、確かに。それ言うと、それはキュレーションじゃなくても、うん、皆さんも例えばね、うんうん、以前は、例えばなんですかね、ピクシー使ってたのがフェイスブックになるみたいな形で、うん、そうそうです、やはり、技術の編成によって使うものが変わっていて、うんうん、っていきますよね、うんうん、それは生活でも起こっていて、うん、アートでもそれが起こっていてって問題はあると思うんですけど、これはちょっとまた別の問題、とキュレーションの方に戻したいなと思っておりまして、そういった本当に、まあ、全て自分の行動というものがすごく単純なことではなくて、うん、まあ、いろんなことがこう絡みついていくっていうことを意識しなければならないってことを言いたくて、だからキュレーション、キュレーターも例外ではないってことを言いたいってだけで、別にキュレーターだけのせいにしてるわけではなくて、いろんなシステムがありますよね、キュレーションとかキュレーターが成立してる事情があったりするし、まあ、やっぱり必要なものではあるけども、やはり作品の収蔵とか保管も含めてやって研究もやってるのでということで、でキュレーターのやはりどうしてもヒエラルキーっていうのは多分、キュレーターがそう思ってない、思ってる人思ってない人いるけど、思ってなくてもやはり社会構造上の役割分担として、この情報の流れとか、そういうコミュニケーションのレベルでおいて、やはりこうアーティストよりもキュレーターが上位にいるように思われてしまうことがあると思うんですよね。それはある意味ではそうだと思うんだけれども、でもやはりキュレーターとしては逆に、だからこそそれに対して自分たちはそれを自覚的に取り組んでいるし、アーティストに接しているしっていうことで、自分たちの役割はそれしかないし、私もやはりキュレーションをやっているのはアーティストになろうと言ったこと思ったことは1回ぐらいしかないんですけど、まあ、でもやはりアーティストは私ができない発想とか実際作品を作りができるということで、逆にキュレーターはすごく劣等感を持っていることが多いと思うんです。まあ、人によってはアーティストになりたいと思って、やはり自分はキュレーションの方が向いてるかなと思って道を選んだ人もいるわけなので、まあ、そういったふうに考えると、ねじれてると思うんですね。社会的にやはりキュレーターがヒエラルキー的に高いような気もするけれども、実際はそうじゃなくて、逆にすごくねじれた形 の、 メンタリティとか権力構造があると思うんですよ。だからすごく簡単にも言えないと思う。だって上さんはやはり、あれじゃないですか、すごく優等生でちゃんとこう予備校1年弱ぐらい出てて、まあ、いろいろその美術史の問題とか予備校で教わることの問題とかも含めて、すごく経験はしっかりと受け止めながらも、それをこうアートとか作品とか思考に生かしてると思うんですけれども、でもいわゆる優等生なんですよね。やはりこう岡本太郎賞の準大賞もらってますし、優等生という言葉に対してかなり暴力的な、そうね、これは優等生だって、そういう展覧会があったからってことですね。いや、そう、僕はね、優等生ということで、ね、祭り上げられても
全然いいんですけど、そういうことで言うと大学出て、やはり、いいですよ、祭り上げられてもすぐに割と、うん、あの展覧会とか出たりして、うん、もうなんか13年ぐらいにちゃんと美術家として、うん、あの表面上上げなくてもよくしてますよね、うん、それとともにパブルームは、はい、2013年始めていて、まあ、これでやはりこう、ね、あの逆にあの美術のシステムとか日本の美術システムとかとはまだ救い上げられないけれども、そういうこととはまた別途として才能があったりいろんな可能性を持ったり人をパブルームで一緒にこうね、こうなんか寝食ともに、まあ、今実際学宿ね、うん、でやってますけども、そういうパブリックの側面とプライベートの側面両方持っていることが重要だと思うんですけど、でもあの梅さんやっぱり優等生なんですよ。それでまたキュレーションもできちゃうし、パープルームもできるっていうことで、あの期待されている存在で、批評家さんもすごくいろんな方々とあの評価されていて会話してるじゃないですか、うん、そういうことなんです。だからそういうこと、そのスタンスを持ってるんですよ。なるほど。自分は自分ですごく優位なところにいると思うし、その例えばアーティストとか、うん、批評的な存在とか、うん、そしてパープルームを率いている存在ということで、だから言えることもあるし、で、あの言うことによってやはりパープルームもまたいい形で、あの、まあ、みんなもすごく、あの私も各人あのここにいる人はね話したりするんですけど、すごく多様なメンバーをね、あのいい形で、あの別に梅津さんがあの梅津風に染め上げることはなく、あのそれぞれの、なんか表現形式とかをちゃんとみんな持ってて、なのになんとなくゆるゆるとパープルームの空気感を持ってるって感じで、このなんか個人的なこうねアクティビティとパープルーム全体の空気感とかそういったものがすごくうまくあの展開されていて、ちょっと話が飛んじゃって悪いんですけど、全体のこのあの展覧会とかはすごい楽しみました。一応伝えときたいなと思って思ったんです。ですね、これ以外はまだ別途あとで伝えたいと思います。話終わらないんで、一旦そちらに戻します。そうですね。まあ、やっぱり今予定した問題っていうのはやっぱり、アート界におけるやっぱりそのなんかちょっと話のレベルを下げると、うん、1軍2軍3軍みたいなものがやっぱりクラスにはあって。まあ、一軍っていうのはやっぱりこう意識が高いからなんとか委員会とかに入ったりとか生徒会長になったりするんですけど、まあ二軍っていうのはまあこうそれぞれね友達とウェイとかするのが二軍で、三軍っていうのがいて、三軍っていうのはもう学校に通うのもちょっとみたいな、勉強もできないし帰ろうみたいなのが三軍で、その一軍二軍三軍のあのなんだろう指定の仕方っていうのは日本の社会の学校制度としてあえて言うと、あえて言う、もちろんですよ、はい、それで、で今の四方さんの話っていうのは一軍の論理なんですよね、はい、一軍視点から見て、まあ、多様な、まあ、一軍から三軍までいて、素晴らしいと、で梅津さんも一軍でしょみたいなことを言っていて、私の仲間ですみたいな、そういうことだと思うんだけど、私は四方さんの仲間ではなくて、どっちかっていうとね、二軍 2.5 ぐらいなんです多分もともとは、そうだからそのアート界っていうのはやっぱり本当に美大卒のなんかちょっとコミュ力の高い安定した作家ばっかりをこう使いたがる傾向にあって、地域アートのあの原さんとかも、原隆さんとかも、高文さん、失礼いたしました、高文さんも東京じゃない東北芸工大の先生教授で、まあそれね、そういう一軍だったわけだし、そういう使い勝手のいい一軍作家をキュレーターは束ねている。だけどパープルームっていうのはもうちょっとそうじゃなくて全然違って、まあ、展覧会に参加したいと思わない人とかも結構意図的に暴力によってこう暴力じゃないですけど余計なお世話でこう連れてきていて、まあ、だからその絶対にあの今のキュレーターとかギャラリストはそのパープルームの約半数の作家とはどんなに頑張ってもエンカウントできないんですよね、だからそれをこういう機会でこう紹介すると、面白いとか言うんですけど、まあ、ちょっと複雑な心境ですね、私はそれに対して、僕は半分はやっぱりインサイダーな人間ではあるけれども、その半分はまあ美大にも行けなかった吉田17歳とかの面倒を見ることに多くの時間を費やしていて、まあ、四方さんっていうのはやっぱりこういろんな仕事を抱えているので、この展示の最中もメールで進捗はどうとか言ってきて、僕が返さなかったりとか、そういうつながりじゃないですか。そうですよ。だけどね、吉田17歳とかは転んだりとかして泣いたりとかね、そういう
そういう本当のお世話をしているものとしてはですね、うん、そんなエリートとか優等生とか言われるとちょっとムッとしてしまいますね。あ、すいません、ちょっとね、はい、ただ一応そういうふうに見られてるってことはあるなと思って言ったんですけど、はい、うん、でも余計なお世話としてのキュレーションをじゃあ今回もやってるし、うんうん、あのパープルームのメンバーとか、うん、いわゆる今日初めて聞いたけど新入生さんから、うん、なんだ教材と言われているいろんな、ね、アーティストさんの作品を、まあ、ここに、まあ、余計なお世話として彼らにお願いして持ってきてっていうのでこういうものを作ったと、まあ、それは何ですかね、クリエーションだけでやはり余計なお世話をしているということを罪悪感も含めて感じながらも、でもこれをやる意味があるということでやってるわけですよね。まあ、意味があるっていうよりかは、僕のやり口としては、善行イコールアートではなくて、ちょっと悪いことであったりとか、その制度の欠陥を利用することでそれを露呈させるってところもあって、だからこのパープルーム展が成り立つっていうのは、キュレーションっていうやり方とか展覧会っていう形式に欠陥があるからそこに付け入ってるんですよね、私は、っていうことです。まあ、それをなんていうかな、ちゃんとつくようなアーティストもいなければキュレーターとかシステムも美術館にはほとんどないということがあってですね、それは あると思います。だからいつもやはり問題意識はありますよね。多分私もそれなりに問題意識を持ってやってるけど、できることはやっぱり限られていても、限られている中でやろうとしてるんですけど、ただ今の例えば問題で言うと、今は例えば美術館とか行くと、まあ、ちょっと一般論ですけども、美術館とかあると大体ソーシャルで逆に炎上させたりして、まあ、リツイートしてもらったりすることによって人を呼びたいというのは見え見えの企画とか、あと撮影コーナーが多いですよね。厳備の規制の正規とかそういうのを狙って失敗しましたけどね。でも今どこの美術館でもそういうことが、絶対写真撮れるコーナーがあってソーシャルでシェアしてねっていうのが多いし、っていうことで美術館もかなり変わってきていて、それはまあ芸術祭がかなり人が来ているっていうことの危機的な意識もあると思うんですけど、美術館はやはりとても敷居が高いですよね。美大の学生だったらほとんど行ってませんよ、はっきり言って。敷居が高いから行ってないというのが違います。なんでですか、例えば。例えば行きにくいとか、やっぱりあんまり興味がないとか。興味がなかったですけどね、当時は。あなたも行かなかったんですか。いや、なんかそういったところで行われてることに関して、まあ、例えば私が学部の時とかは、本当にもうなんか絵しか描いてないし、外にも出たくないみたいな。そういうこともありますよね。なのでそのキュレーションってことに対しても確かに興味がないし、あまり理解もしていない。あと展覧会見に行くってこともあんまり興味がなかった。まあ、例えば基本的に美大生はメンヘラだから、メンヘラだから基本メンヘラだから外部に興味ない。あ、そうだな、メンヘラじゃないかと思います。いや、基本って言ってるので基本そこは別に重要じゃない、そして重要じゃない。理由がたくさんあると思う。そうね、そう、わかりました。美術館に行かない理由いっぱいあるけど、やはり一般の方っていうか、よく学生に聞くと、行かない人ってやはり敷居が高そうで行ったことがないとか、行く機会がない、行ってもわからないって言うんですよね。でも芸術祭だったらもうちょっと街中でやっていたり、まあ、これは本当に内容の状況、やはりこう美術館の中の作品と芸術祭の作品でやっぱ違ってこざるを得ないんですけども、もう少しやはりこうアクセスしやすいものは多いと思われるので、そういった意味で美術館の方もやはりもっと来てほしいなと思って、危機感を持っていると思っていて、私だったら芸術祭に関わっているとそういったことで多分、2割とかもうちょっと少なくても何らかの形でもう少し疑問を持ったり、ちょっとショックを受けたりしてアートに興味を持ってもうちょっと掘り下げようとする人が出てきた場合に、美術館でも興味になるかなと思っていて、ということで長い目で見たいと思っているんだけど、今美術館自体が本当に人を呼びたいってことで あまりにも一般に媚びていることがあって問題になっている、問題だと私は感じていて、そして芸術さんもやはり増えていて、かなり結構いい作品とかいい芸術さんも多いと思うんですけど、当然全てじゃないですよね。そういうことで今増えていることからこそ、お客さんの、リテラシーの問題を含めてすごく美術館でも、芸術祭でも大変な状況になっていて、作品見るよりもちゃんと写メ撮るために行く人も多いですし、まあ、あとあれですよね、美味しい食べ物屋さんがそうなんです、それもいいんですけどね、うう文化的なものは、そういったものも含めて、そうだから原さんの看板は置いといて蕎麦屋に直行みたいなからですね、とか、とか、あと僕が思うに、その確かにその美術館というものが、その敷居の高い、敷居高い問題と、
芸術祭の乱立問題っていうのはあるんだけど、うんまあ、そんな問題とは関係なく、うん、やっぱりアートっていうのは存在していて、うん、それはもう展覧会が開催されていなくても日々、うんうんうんあのそういう作品っていうのは生成されていて、うんまあ、それは本当にノートの1ページかもしれないし、うん、なんか全然発表されないアートっていうものも僕はすごくあると思っていて、うんうんうん、だからいかにそのこう形式というか展覧会とか美術館、うんうん、芸術祭っていう枠組みがお互いこうね、うんうん、なんかディスり合ってたりとかしててもあんま関係なくて、本当はそのアートっていうのはそこに乗るものじゃないって可能性とかとも思う。まあ、今回は乗ってますけど、でもそれは私も同意しますよ、うん、やはりあのシステムが可能するものは多いけれども、うん、そこでやっぱりどうしてもこぼれ落ちてしまうものが多いなと思っていて、アートって何かと思うじゃないですか。やはり、うん、あのマーケット、例えばアートギャラリーとかマーケット、アートフェアで売れるものとか、そういったものが生き残りやすいとか、やはり今だったら自分のプレゼンが上手いアーティストであったりとか、あのちょっとこうちゃんと事務能力がある人がってことがあって、こう いい意味でこう作品作ったり考えたり人よりも、こうやっぱり社会的にお金とか機能的にアーティストとして動きやすい人、機動力ある人がアーティストになりやすいということがあって、これは問題だと思うんですよね。この時はそうじゃないところは、例えばパープルームとかいろんな形で共同体でもいいですし、いろんな形であの力を分散させたり協力するシステムを作るのもすごくいいなと思っているの で、私にとってもアートっていうのは何ていうか物じゃないんですよ、はっきり言って。私にとってはアートは態度とか考え方なので、うんまあ、それが物になる場合もあるし、うん、あのお金としてあとパフォーマンスだったりもしますか。うん、私はパフォーマンスの方に興味がありますね。なるほど。あ、それもあって、うん、あれか、ニーズ健北で、うんジャグリングの作家を選んだりするわけですね。あ、こちらね、あの今日ね、僕ジャグリングの作家っていうか、ジャグリングの人って、うん、イオンとかが読めばいいのかなって思ってるんですけど、私もね、ジャグリングに関してはやはり大統計ってイメージがあったんだけど、うんうん、いや、うん、僕もその偏見があったから、うんまあ、一応調べてみたんですけど、うんうん、ジャグリング、うん、まあいいです、どうぞ。あ、ちょっとそのジャグリングの作家さんのことと、うん、このパフォーマンスの的な問題はまた違っているので、うん、ちょっと、うん、そこに飛ぶのは厳しいんですけど、後で話してもいいんですけれども、うんはい、やはりあの60年代とかも、うん、あと、まあ、例えば1910年代のダダイズムとかも、うん、パフォーマンス的なものを扱っていたし、言語の実験だったり、うん、発声の問題だったりしたんですよね、うん、あとコンセプト的な問題でもあったし、そして60年代のやはりこうアートギャラリーとかが強くなってきたり、ミュージアムが強くなってきた時にアーティストは外に出ちゃったんですよね。ストリートで何か始めたりとか、あとランドアートみたいな、こうなんか自然の中で大きなプロジェクトを始めることもあったので、こう既存 の, あのアート自体のなんていうかな、アート自体がそういう、うん、システムに絡め取られることになった時には、危機感を持ってアーティストは何だか次の行動をしていたと思う。うんまあ、タイプもそうですよね。ボロボロのロボットを外に出してたりしますよね、うんまあ、そういう形でその話も分かるんですけど、うんうん、半分同意で半分やっぱ違うと思うのが、うん、なんか今言った、アートの大きい動向っていうのも、うんうん、一部の大きい固有名の作家だと思っていて、うんうん、ゼロ次元っていうのはこう、うんうん、裸になって、うん、路上でパフォーマンスしてたとか、うんうん、でも実際にゼロ次元の、岩田真一さんっていう中心メンバーの方の家に行って話を聞くと、うん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 、本当はなんか絵が描きたかったけど描けなくて、うん、本当はこう興ざめしながらこう脱いで、うん、記念なんか撮影だけして帰ってみたいな、うん、でもなんかなんであれが伝説になったんだみたいなことを言ってたりとか、うん、だけれどもそれを美術史的に見ると、うん、なんか美術作家っていうのはそういう、ね、絵筆とかを捨てて、うん、美術館も捨てて路上に出たとか、うん、いくらでも言えるという か、うん、だからそういうふうに、まあ、美術史的に見る、だからその見方自体が結構暴力的だなと思っていて、うん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 、なんかそのやっぱり、よくも悪くも作家がやったことっていうのは、うん、そういうアーカイブされた記録写真とか展覧会歴とかしか残らないので、うん、本当はどう考えてたかとかは、うん、まではこう残らない、うんうん、よってだからその今もその、うんうん、そういう制度からはみ出ていくとか、うん、そのポストインターネットと言われるネット空間にアートワールドが広がってるとか、うん、そういうことも言われることがあるけれども、うん、そういうふうに見えるだけで、うん、なんかもうちょっとこう、うん、アートって泥臭いところがあるというか、うん、しょうもないところもあると私は思っています、うんうん、まあこの間前回ここで会った時にちょうどこの、設営始める前ぐらいの日でしたね、うん、当日かな、会った時にも言ってたけど、やはり例えば1910年代とかを美術史で振り返った場合、いずれどんな形で見られるかと思うと、
とやっぱり残るアーティストがどういう、うん、今どういった人が活躍したっていうイメージなんかって話をしてましたよね。話してました、うん、そういうふうにしてあの残る人もいるし、うん、まあ、あと、まあ、それ歴史的なものではなくてもいろんな形で記憶に残る人もいると思うし、うんうん、残らない人もいると思うんですよ、うん、でも、うん、難しいですね。やはり私は残るのが重要だともそんな思わないんですけど、うん、まあ、例えばあの記憶、人々の記憶とか、まあ、クリストもそうなんだけども、あの何らかの形で記憶に残っていくのも重要であって、まあ、クリストは歴史に残ってますけどもね、アートってもっともっと記憶に残らないものも多いし、あの即発的にあの何かこうブームに ならないものもある。で、作家が同盟中に評価される作家も少ないことも、うん、まあ、これまでもあったしっていうことで、うん、そういうふうにして考えていって、何がそのアーティストにとって重要であるか、でやっぱりそのアーティストがやってることがそんなにいわゆるこう美術の既存のシステムとかマーケットで立ち回りが できなかったとしても、まあ、それはそれであの何らかの形でいろんな人に影響を与えたり感銘を与えたらいいかもしれないし、もしくはあのいろんな形で梅津さんのようにまたパープルームとかいろんな形で活動でそれをもう少しあの考えていくようなことを実際に社会においても発信するってことも重要だと思うしっていうことで、なんか歴史はどうなんですかね。逆に梅津さんに聞きたいのは、歴史、美術の歴史、美術のシステムっていうのがあって、それってまあ人間の歴史の中でも重要かもしれないけど、やはり欧米を中心に作られていて、ようやくまああの多文化主義的な状況が90年代以降に始まったから、あのいろんな形でそれが吹き出ていてっていうのもあるんですけど、やはりまだ欧米中心のアートマーケットがすごく席巻していて、あのいろんなその非欧米的なアーティストもそういったものの中に取り込まれている状況でもあると思うんですね。だからそれは今日本のアーティストでも海外で活躍してるのも多いと思うし、だからで自分はやっぱあのアートフェアバーゼル香港とかやっぱりそのアートフェアの出していることもあって、そういうグローバル的なこうアートのシステムの中、特にマーケットというすごく大きなシステムの中に取り込まれながらも、まあ、取り込まれてないというかもしれないけども、関わりながらも何を自分でやっていきたいのかなというか。あ、そうですね、やっぱりこう、うん、アーティストっていうのは、まあ、自分の実存の悩みだったりとか、うん、身近な問題だけをやっぱり扱えばいいわけでもないし、うんうんうん、大文字の意味でのアートに名を刻むぞっていうだけでもやっぱりいけないと思っていて、まあ昨今やっぱり80年展っていうのがこう2つありますよね。その金沢と国立国際で始まっていて、千葉の方では68年展っていうのが始まっていて、80年代がすでにこう美術史にこう取り込まれつつあって、でもうすぐ90年代が来年の春ぐらいからそういう総括が始まるとも聞いていて、もうすぐ2000年とか2000年代っていうものの総括が始まってしまうと思うんですけれども、その時にまあ、2000年代でいうと、おそらくですけど、まあ、パープルームとかカオスランジのような、こう割と素朴な作家が集まったコレクティブっていうのは敗北すると僕は思っていて、どっちかっていうとやっぱ田中幸喜さんとか、そっちのリレーショナルアート系の人が、まあ、多分そういう大文字のアートではそう2000年、まあ、僕の予想ですけど、まあ、派遣というかこうね、モノハの時代みたいな感じで、そういう2000年代のこういう参加型アートの時代とかに、まあ、なるとして、でもまあそれに対して、まあ、それはどうでもいいっていうのも僕は違うと思っていて、一応そこに対する抵抗も見せつつ、でも本当に美術史っていうのは一本じゃなくて複数走っているはずで、本当に、だからそれをなんか愚痴を言ったりただ単に諦めるんじゃなくて、一応そこら辺には目配せをしつつ、だから展覧作品も作って展覧会も組織して、あと自分たちでこうアーカイブしたり歴史化するっていうことも、作家のレベルでもやっていく必要が僕はあると思っていて、だから要はその沢良さんとかに褒められたらクリアとかそういうことでもなくて、別に沢良さんがいなくても黒瀬くんに評価されなくても四方さんに評価されなくても森美術館に呼ばれなくても特に問題はないっていうことです、だからそれでもやっていけばいいんですよ、別にどこに呼ばれなくても、だから今回もこういうふうにせっかく選んでくださったキュレーターさんとのトークで真っ向からね、四方さんダメですよそんなんじゃとか言ったらやっぱりもう呼ばれなくなると思うんですけど、まあ、それでも別に僕は構わないという立ち位置、はい、呼ぶ会バンク、私は今何も考えてないですね。それはそれとまた違うと思っているんですけど、なんかそれとは違うんだけど、でも分かります、あのすごい
自分でやはりこう信じてることがあって、それに対してしっかりと自分で、うん、活動してるってことは見えたと思うので、うん、それはすごく感じました、うん、で、あ、一応私も補足なんか言っとくと、私、うん、学芸員資格持ってませんってことと、うん、あと美大芸大行ってませんので、うん、なんかね、キュレーションみたいな、まあ、そういう中で、まあ、たまたま関わることになったのが、うん、なったんですけど、まあ、これ話すと長いんですけど、まあ、それを置いといて、うん、なのでいわゆる美大芸大出たキュレーションとか、まあ、芸術学を学んだような、うん、そういった立場でのキュレーションとか、学美大系の幅じゃないですから、うん、そういったスタンスでいつもアウトサイダー的にやってるので、今も外部として美術界に関わってるので、もともと、まあ、でもととはやっぱキャリアが長いので、キャリアアウトサイダーって言っても意味があるというか、あ、まあね、でもね、やはりいつも外から見てるから、うん、興味ある作家さんは大体例えばパイクなんとか、うん、もそうだけど、やはりもともとあんまり芸術してないっていう別のものを学びながら、うん、アートに介入してきた人なのが多いんですよね、うん、そういう風にして私も割とアートに外から介入していたスタンスがもともとあるので、うん、今もそのスタンスでやってるので、うん、キュレーションに対してもそうですよ。なので、うん、いわゆるキュレーションに対して私は自分では自分なりに介入していると思っているので、うん、そのあたりはちょっと伝えておきたいなと思ったりしました。そして続いて悪いんですけど、うん、展覧会ですね、この展覧会、うん、なんかやっぱプライベートとパブリック、まあ、1階とか既存の展示室があったり奥にあったりもするんですけど、あとここがあって合宿所で全く背景とか生活していたり制作する場所も公開していてということで、なんかね、今日はあとアーティストの皆さんと話していて思ったんですけど、うん、なんかいわゆるこういつもパブルームさんって既存のいろんなフレームがあって、それをこう、まあ、超えていったり、そのフレーム自体が自明であるものに対して気づかせてくれることをずっとやってきてることはあるなと自分では解釈してるんですけど、うん、そういう中では本当今回の空間の使い方とか作品、作家さんの、まあ、タイトルがある作品もあるし、そうじゃないものもあるし、いろんなものがこういろんな形で置いてあって、既存の展示品とも関わっているし、そこにこうテプラがなんかでまた文字があるのは、うん、あれはパープルームの誰かが書いたもの、まあ、打ったものなんだけど、そういうことでいうとすごく多様なものがいろんな形で混在して、でも展示されていて、いろんなリングがあって、そして窓側を見ても窓のところにテプラがあったりして、外の風景もまた別の形で見えることができるので、興味深いなと思いました。さっき17歳さんとか私20歳さんと話してて、安藤さんとも話したりしてたんですけど、例えばさっき新入生さんの絵を見ていて、私がキャラクターがないキャラクター絵画とか言ってたんだけど、そういう風にして人物を描いてるのにみんなキャラクターとして解釈してしまいがちであるとか、あとこの絵を見ると大体人が描いてるのに、私はちょっとその周りの方を見てしまって、なんていうか絵画の中でもいろんなこう手前に見るものと見えないものとか、2回目で見る全然別のものが浮き上がるとか、そういうことがあって、それは絵画空間で梅津さんも考えてることだと思うんですけど、絵画の中においては平面だけれども手前に見るものもあれば奥に見えるものもあると、まあ、どっかに描いてあると思うんですけど、そういうふうにして絵画の中にもそういうふうな多様性もあるし、アーティストの思いがあって、それぞれ限られた時間だったんだけど、いろんな皆さんに聞くことができて、出展のそこでやはりこう同じものでもいろんな形でこう関係性を持ってるんだと、一枚の絵の中にも思ったんですよね。それがまだここでいろんな形でこうリンクしているので、でいろんな発見があって、あと BGM っていうか歌も良かったし、うん、なんかね楽しめました。これは単純に何て言うかね、一面的じゃない本当に不思議な多層の世界に連れて行ってくれたなっていうことで言うと、まあ、パープルームの世界が梅津会館の中で展開していて、それが派生して合宿所とかここからの風景まで転移していたので、まあ、花粉っていう意味ではね成功したんじゃないかな。まあでもそう、こう私がこう言ったらそういう誘導、まあね、誘導だって言われるんで、まあ、ただ意地悪く見るとやっぱりいろんな面を露出させることで、うん、なんかこう一点投資じゃなく、なんか一点に掛け金を全部載せるんじゃなくて、うん、いろんなところにこう価値立つというか、その視点を分散させることによって、その多様性によって価値を担保するっていう、うん、まあある意味ずるい戦略でもあるというか、まあ、傾向と対策の賜物というか、うんうんうん、だから僕としてはまあいつも通りだなというか、うんうんうん、
別に北朝鮮に来たから特別良かったってことでもないし、うん、まあいつもよりやりづらかったってところが違いで、うん、それだけですね。どこがやっぱりこういちいち言われるっていうか、貼ったりするとこれはダメとか言われて、貼れないです基本的にここって、うん、でも貼ったわけですけど、よくね、そう、こういうとこは貼れますよね、うん、でも壁とかは貼れない、うん、ね、空間をね、なんかそういう、ね、いつもだったら別にそんなこと言われないけど、うん、言われることがストレスだったっていうことと、まあ、一応その建北には貢献したのかなというか、やっぱり原さんタイプの作品作家が100人いてもね、なんか道徳の時間になるだけだから、まあ、一応こういう、まあ、そういう面倒くさいことを言う役だったりとか、まあ、その芸術祭に普段はこう招聘されない作家とかを巻き込んだりとか、まあ、ただそれに使うカロリーとしては結構やっぱり相当なカロリーを使ったから、うん、なんか私のこの、ね、1ヶ月の使い方として良かったのかどうかっていうのはまたこう変えて考え直したいなという感じ だし、でも四方さんとはねこうやってお話ができて、うん、いい感じですよね、なんかこう皆さんそれ皆さんに聞いてください。なんだろう、いや僕はそのね、その思想っていうかこうさ、なんだろう、考え的な対立しているけれども、なんかまあ友達のような感じがしますよ。でもそんなに対立してるとも思わないですけどね。いや僕はしてると思ってますけどね。本当それまた対立してるという感じが、いや対立というか、うん、でもそうか、まあ、あの対立校を設定するタイプなのかしら、うん、まあ、でもともあれこれちょっと大事なアウトですね。いやともあれでもやっぱりジャグリングの作家とかを多様性の名のもとに呼んでしまうとかはただの損失だと思っていて、税金の無駄遣いですよ本当に。あ、それはあなたが言った意見ですよね、うん、そうですよ、うん、だからそれはそれであなたが言った意見で別に、うん、あ、そうですよね。だからそこにちゃんと本当に批評的な何か、ね、うん、なんかこう根拠とか批評性じゃなくても住民の人生が変わるとかなんかがあるんだったら、うん、いいんですけど、うん、いや人生っていうか、なんか本当に有益なことがどこにあるのかなっていう。いやこれに関してちょっと今ここで長くなってしまうし、時間もちょっと次ジャグリングに行くんですもんね。はい、行きます、はい、行ってらっしゃい、はい、あ、でもまあ、うん、でも身体とか道具の使い方とか道具 の、うんうん、あの実際開発とか映像とか、うんうん、まあ、地域の人と話していく中で、うん、新しい作品を作る総合的な形をやっていて、うんうん、あの逆にはちょっとバウハウスじゃないんですけど、うん、なんか新しい身体と、道具とか空間の使い方を、うん、あの探索している感じはするんですよね、岡本さんが、うん、そういった意味であのいいなと思っているのと、うん、やはり日立田川、あの大道芸のフェスがあるんですよね。なのでそういった日立田川のこう歴史とか、まあ、何でも続いているそういったフェスもある中で、うん、逆にアートからのそういったパフォーマンスを、作ってもらって入れることによって、うん、何らかの新しいこうなんかね、あの感覚が出てくるのかなと思ったので、うんうんうん、あのやはりさっき言った通り、うんうん、その時期と場所とかいろんな、ね、アーティストの可能性というのを考えた上で、うん、あのまあ、日立田川も岡本さんにお願いしたいなと思った次第です。わかりました、まあ、分かった。まとめるとそのものは言いようで、まあ、作家っていうのは何を言おうが作品でジャッジされるし、キュレーターっていうのはその仕事でのみジャッジされてしまうっていう、まあ、恐ろしい世界だなということです。はい、ちょっと今あんまり聞いてなかったけどいや聞かなくていい、いや聞かない方がいいですよ本当に。仕事で飲めてするの、うん、はいはい、まあ、それはちょっと私は保留だな、うんうん、まあ、なんとも言えないけど、質疑応答とかしなくていいんですか。そうなんかね、なんか質問なんかないですよ絶対ないですよ。時間は過ぎてるけど、はい、あの、うん、大丈夫です、出ていても問題ないんですけど、質疑応答一応言っておきます。もしあれば、はい、何か あの感想とかでもいいですね。そうですね、うん、あ、マイクなんか回しても全然、うん、どこのお店が美味しかったかとかそういうのでもね、絶対ないです。あ、来ました、お願いします。はい、どうしようみたいな、うん、
まあでも四方さんも私たちを呼ぶことでそう言われてよかったですね。ありがとうございます、うん、そう言っていただけると嬉しいです。他に、はい、何でも、じゃあ終わりましょうね。あ、なんか思い残すことでは、いや、思い残すことはもうありますけど、いいです、大丈夫です。私の宮田さんの、あ、宮田さんも最後じゃ締めて、なんか言えば、まとめ、うん、まとめなくていいと思うけど、全部見てたので、やっぱり、うん、あ、まあ、そうです、そうです、宮田さんとやはりこう、うん、関わってる、やっぱり宮田さんは県北にこの大田にね、住んで5年ぐらいで、アーティストでもあり、こういうね、キュレーションとかアシスタントもやってるので現場はすごく詳しいし、いろんな方知ってますよね。この中で宮田さんの関わりってすごい重要だったと思うので、あの最後にこう感想でも何でもいいです、ぜひぜひ。いや、なんかまあ今の話、まあ、すごい言いたいことが要所要所にありすぎて、うん、頭が結構ぐちゃぐちゃしてるのでまとまって何かを言うことはすごく難しいんですけど、うん、でもなんかまあ2人とも今アートの話をすると思うんですけど、うん、やっぱりそのアートっていう、まあ、そのカタカナのアートみたいなものに対して、うん、まあ、そこまでなんかもう認識がだいぶ甘くなっているというか、なんかすごいもう脆いものにはなっているなっていうのは、自分がというか全体的にも、全体って言えば日本とかですけど、まあ、日本だけではないと思いますけど、まあ、それは なんていうか、まあ、そのまあ、もっと昔々であれば、まあ、もっとなんか、まあ、物自体も少なかったし、その情報自体も少なかったから、まあ、ある種いろいろなものが、まあ、かなり分かりやすく分化されてたと思うんですけど、今は、まあ、かなり極端に細分化されまくった挙句に、そのなんか細分化された間のものとかも大量にできてきて、まあ、かなりフラットな世界になってると思うんですよね。なんかまあ本当に悪も善もよく分からないような状態になっているし、そのアートっていうところに対しての、まあ、接続部分もかなり多いので、まあ、どこからがアートなのかっていうところからまずかなり難しくなっている、まあ、それは別にアートだけじゃなくて、その生活の全てにおいてそうだと思っています、ね、なので、まあ、このフラットな社会において何かを発言するっていう立場である、まあ、アーティスト、まあ、アーティストだけじゃないんですけど、もちろん発言したりとか問題定義をするのはいろんな職種であり得るし、それもまあかなりの、まあ、いろいろなカテゴリーであり得る話だけれども、まあ、そのまあ、今もだからアーティストっていうのも梅津さんとかもそうですけど、あえてアーティストとか、うん、あえて芸術家とか美術家とか名乗って、うん、その取り組みをすることによってアート的な活動という、うん、まあ、そこから問題意識を、うん、まあ、定義するみたいなことに意味を持たせているとか、そういうことだと思うんですね、うん、なのでなんかこの今回のパープルームの展示とかは、まあ、私はなんかどちらかというとなんかものすごく過激なことを発言しているというよりは、うん、なんかものすごくフラットな社会を見せているっていうふうに見えているなっていうことは一つ思いました。だからなんだろう、このまあかなりこう過激というようなことは書いているけど、これってなんかどっちかというとこっちの方が私は道徳に感じていて、なんかどっちかというと今さっき指摘されたようなジャグリングの話だとか原さんの話とかの方がむしろなんか道徳的ではないのかなというか、なんかパープルームの方が私にとってはすごく道徳的という捉え方をしました。なんか言いたいことが全然止まってないんですけど、そういう感想です。あ、でもそれはそうかもしれないですね、そうだと思います。そうだと思います。なので、まあ、なんかさっき、もしかしたら言ってくれたように、私は北朝鮮に住んでいるし、なんかいろいろな人のことを知っているっていう話もあるけど、なんかまあ、それは別に知っている人の数とか、関わっている人の数とか、関わっているもの、プロジェクトが多いから、何かを知っているとか、そういうわけではなくて、本当にこう、一つを突き詰めて生活している、本当、隣のおばあちゃんとかの方が、いろんなことを考えてたり、いろんな物事を知っているみたいなことが、まあ、現象がもう、世の中で起こっているわけじゃないですか。なので、まあ、さっきもなんかその歯車の話とかいろんな話が出たけども、やっぱり本当に知らないいろいろなことが起きていてとか言うと本当になんかこんなくだらないっていうか、みんなそれはもちろん分かってはいると思うけど、なんかまあそういう中である一つのことを、まあ、こういう世界を認識していて、自分はこういう意見を持っていて、こういう意思表明をするっていう活動を、まあ、し続ける作家みたいな立場は、まあ、今後もかなり重要になってくるし、まあ、こういう言い方もかなり雑ですけど、でまあ、だからそういう作家たちが増える中で、
キュレーションするっていうことはもっと難しいことになってくるから、まあ、本当にキュレーターって立場の人、まあ、それだけじゃない、まあ、キュレーターって立場の人も、なんかすごい言いたいことが大好きで申し訳ないんですけど、キュレーターって立場の人もキュレーターだけじゃなくて、地域の人とかサポーターとかいろいろな人がなんかもう全部でキュレーターみたいなに見えることもあるし、それは何て言うんだろう、そのなんか世話をするだけの意味ではなくて、なんかその方向性もこういろいろ考える上で、別になんか四方さんがどうこうとかではなくて、そこに立つキュレーターが本当にその一人で考えることかっていうとそれは違うと思うし、なんかそういうことも含めてかなり複雑化するから、本当にまあ発言する人、まあ、それはキュレーターも作家もだし別の人たちもそうだけど、ちゃんと自分たちの責任を持って、まあ、どんどんとやっていく難しさっていうのは今後あるなって思いました。私もあのこれ以上続けてもしょうがない、2005年にキュレーションしない年を作ってたんですよね。やっぱりそういうふうにしてキュレーションしないことで生まれるもの、まあ、言われた通り、まあ、周りの人とかいろんなところからあの推薦もらったり発言をいただいた中で全体でこう何か形成されていくものを大切にしたいなと思ってやったことがあって、やはりその辺りで限界というか、やっぱりキュレーターじゃないかなってことを一旦こう置いて考えたことがあったので、まあ、そういったことをやっぱり今もっともっとやっていく必要があるし、今の道徳的っていうことをね、あのまあ面白いし本当重要な視点かなと思いました。やっぱりあの私は紳士って言ったんですけど、やはりあの流されずに本当に何が重要かを考えるっていうことはみんな必要であって、で梅津さんはこういう形態でやってるし、で私たちそれぞれがそういったことを突き詰めて何かの責任を持ってあのやっていかなきゃいけないと、それをやってないことを人が多すぎるってことが今回は分かったのかな。これ日本全国の話ですよねってことですかね。だからそれぞれの中でその今回の展覧会とか今日の梅津さんのこうなんかね発言を姿勢を含めてあの受け止めていって、それをまたね批判するだろう、またあのいい形で生かすだろうってことを自分なりに血肉化してもらえるといいのかなと思ったりしますね。ありがとうございます。言い残すことは言い残しは、まあ、あるけど長くないから大丈夫です。それは永遠とね、はい、続けて、ね、はい、じゃあなんか、まあ、まとまらないことをまとめとして、そうですね、散らかったまま、はい、はい、ありがとうございました。